はい、こんにちは。札幌占い美容師サイマーシのことです。自宅でできる初公開かもしれない、他にやってる人いないかもしれない、自宅でバレイヤージュできんのっていう話になると思うんですけど、自宅でバレイヤージュができる方法をお伝えします。ブリーチが一番難しいのはこの表面の根元とかですね。で、表面にメッシュ入れちゃうとなぜ難しいかっていうと、根元の入り際のところがオレンジっぽくなるんです。で、そこをぼかすのに、薬剤が必要なんですね。で、一発でさらっと、もう一発ですぐ消せるカラー剤とかもあるんですけど、探すのがすごい大変なぐらい少ないんですよ。で、僕はもうあるんですけど、そういう薬が。ただ皆さん持ってないので、僕の真似を絶対にしてください。で、どういうことかというと、まずは小指1本分、はい、要はこの表面の小指1本分のところをやらないっていう選択です。こうしてください絶対で、この分け目から、はい、ここですね、ここを指1本分だけ後ろからですね、はい、この上にかかるところを、これです、これです、これです、上にこうかぶさるところですね、後ろもそうですよ。これをやりません。ゴム結構使います。輪ゴム、輪ゴム100均で買ってください。やらないよーってことで止めます。これは、まあ、あくまでも素人の人でも美容室のに行ったような感じにちょっと作りたいので、あえてこうしてます。ウェットの状態でやります。いいですか、ウェットの状態でやります。そして何かクリップみたいので止めてください。まず前と後ろを止めます。前と後ろで分けるってことですね。これを4箇所やります。いいですかね、こういう感じに。間違わないでほしいんですが、皆さん普段分けている確率が高いところ、一番そこを分け目としてください。で、その分け目を、指1本分、小指1本分だけ、そこを取るって感じです。ちょっと半分で分かりづらくてすいません。ここを3等分するんですね。1、2、3って3段で塗ります。地面に対して45度にします。真下でブリーチを塗るとどうなるかっていうと、真下で塗るとベターっていうこのラインがばっくり出ちゃうんですよ。で、例えばですよ、ちょっと分かりづらいかもしれないです。このまま塗るとバツってなるんです。さあ、例えばこれ持ち上げて塗ったらどうでしょうか。持ち上げた時に上と下がずれますね、下に降りた時。そうするとここに少しの差ができるんですよ。そうするとバツってなりづらいですから、ここを持ち上げます。はい、真ん中よりちょっと前、そしてリフトさせる、上げて、上と下のやつをずらすってことですね。いいですか、はい、ちょっと前にこうしてこういう感じにします。で、真ん中だけで6対4の位置に止めていきます。6対4、輪ゴムで結構しっかり止めてください。しっかり止めてください。6対4ってもうちょっと上ですね。なんで上の方ちょっと引っ張って少しずらします。いいですか、この辺にずらします。これ6対4です。ちょっと人の手借りる必要があるんですけど、アップにした時に、黒い毛を作りたいんですよ。バレイヤージュって黒い筋とかあるじゃないですか。なので、完全にメッシュにはちょっと個人って一般の人はできないんで、ここで下の毛をちょっと取ります。少しずらします。いいですか、はい、ここでちょっとずらします。このゴムを持ったままずらしていきます。はい、ゴムを持ってずらします。で、結構ずらした方がいいと思います。ここはこれやらないとこですね。毛先ちょっとずらしてランダムにしてるってことですね。で、今度は上をやります。ゴムを押さえながら髪をずらしていきます。ここをずらします。はい、これが要はメッシュの代わりになるんですね。はい、ここもずらします。で、ゴムの位置はそのまま、で、ゴムの位置はそのまま、はい、ここは感覚です。はい、これはね、何回もやればうまくなると思います。こういう感じでちょっとずらしますね。いいですか、で、ずらしていきます。そしたらこういうふうにちょっと引っ張られてるところと引っ張られてないところっていうのがこうランダムになりますね。そうするとブリーチのところからちょっと黒いのが根元側入って出るって感じです。で、バレイヤージュの場合は根元から塗らなくていいので、このゴムより下だけ塗ります。こんな感じですね。これね、指で動かします。指でこういう風に揉み込んでいきます。いいですか、はい、溶かしたりとか難しいんでしなくていいので指で塗ります。こういう風に指でなじましていきます。こういう風に広げていきます。髪を横に広げます。
で濡らしてる理由としてはここが、馴染みやすくなるんですね。こういう感じにしていきます。真ん中を持ってシュシュシュってこうやると、はい、そうするとこれ2個、こっちとこっち2つあるんで、一方向だけくるくる回します。くるくるくるって、はい、そしたらもう片方あるんでこう縛れます。これ1個はいい、はい、ギュッて縛る、こんな感じ。ちょっと濡れタオルあった方がいいですね、手を拭くのに。また45度にドンって取って、この位置をずらしていきます。ちょっと前気味の方がいいですね。6対4、まあ、7対3ぐらいに近いぐらいでもいいかなと思うんですけど、少し斜めで真ん中より前です。はい、ここはミドルの場所になるんで、ちょっと束をちょっと太めというか、はい、ゴムを持ってずらします。こういう風にずらしていきますね。はい、で指でずらしていきます。よし、ここでずらす。はい、ここはちょっと根元側をブリーチしないってことです。でここをずらす。でその時にこのゴムがこっち側に逃げちゃうとダメですね。全体一周ぼかせましたね。はい、こうして、そしたら包むみたいな、こう2つ風呂敷を包むみたいな感じ。そしたら1個を回して、でこのちょっと出たところで縛る。ここで縛る。はい、これで縛ってキュッて縛ってそのまま放置。はい、こんな感じですね。はい、できました。落ちてる位置でやるとバツってラインができるんで、上と下がずれ込むように落ちた時ね、それを理想、それをイメージしてちょっと持ち上げます。頭皮に対して90度ってこの位置ですね。で少し前に持ってきます。この時にブリーチ手についてるといろんなとこにくっついちゃうんで、こういうタオルをちょっと使いながら皆さんもやってください。太く取るとラインがバーンって出るんですけど、細く取っていくとラインがぼかしていく、細かいような感じになってきます。なので取る毛量をちょっと減らします。より細くして自然にしていきます。全体はね、お花みたいな感じですね。お花、お花のイメージで、こういう風にしていいですかね。はい、そしたらちょっと溶かして、ここを塗る前に一回溶かした方がいいですね。そしたらここにブリーチをつけます。はい、これで溶かしながらつけていきます。こうですね。はい、で指でぼかします。こうやって指でぼかしていきます。広げます。なるべく毛束を横に広げていった方がいいです。真ん中を持ってバワワッとこうまとめて、はい、風呂敷を作ったら片側をくるくるって丸めます。はい、丸めたらここと残ってるところを結びます。はい、キュッて、もう45度で取ります。はい、こういう感じです。ここは三角形になり、6対4の位置で止めます。でここもリフトします。リフトって上げるってことですね、持ち上げること。はい、持ち上げてここもゴムでしっかり止めます。で真ん中よりちょっと前ですね。でゴムもね、100均 のすごいスモールゴムとかだと強くやるとパチンって切れちゃうんで、ヘアセットで使うようなやつなんで、ちょっとしっかりしたゴムの方がいいと思います。でこの辺真ん中よりちょっと前の位置で止めます。はい、真ん中ちょうどこの下と上の真ん中辺ですね。そしたらここは顔周りがこれ繊細なんですよ。顔周りにあんまり強いライン出ちゃうとかっこ悪いので、ナチュラルにしたいですから、そこはナチュラルにするために細く取ります。顔周り繊細に細くいきます。はい、ちょっと細い毛束、はい、このような感じで細いのをこういう風に取っていきます。いいですか。細くしますね。そして顔周りは細く繊細にやって、で全部顔周り引っ張らないでください。そうすると顔周りのところが全部顔周り入らない感じになっちゃうんで、あと表面、横ですね、横もやります。でこれ裏面ですね。これアップした時に綺麗なラインが出るようにここもやります。もしかしたら顔周りに関したら自分でできるかもしれないですね。ここに関しては、はい、ここに関しては自分でできると思います。
まあ多分ね、これ動画で批判されると思うんで、まあ自分でできねえだろうみたいな。でもね、これできますよ、練習したら全然。コームで溶かして指で塗る感じですね。指でこう全然いいんで指で塗っていきます。そしたら、はい、くるくるくるってやりながら、あんまり髪の毛折っちゃうと、そこがラインが、ブリーチってすごい素直なんで、その状態で仕上がっちゃうんで、あんまり髪の毛折らない方がいいですね。くるくるって丸める方がいいです。いいですね。ポイントはそこです。キュッキュッって、はい、これで OK。 はい、次顔周りとかなんで結構慎重にいってください。はい、そしたら持ち上げて真ん中で一回止めて、6対4の位置に持ってきます。で、コームで細かく拾っていってもいいんですけど、指でやった方がやりやすいですね、こういう場合は。指先でこういう風にぼかしていく、はい、爪とかでこうやっていった方が僕はいいかなと思います、感覚で。で、今度表面、顔周りとか表面はすごく慎重に、すごく細い束でこういう風にお花が綺麗な感じに見えるように、皆さんちょっと心がけて。やるポイントとしては、なるべく指をがっつり入れるというよりは、指の先っちょのポンと指先でやる方が綺麗になります。なので、まあ1回のブリーチだともう難しいと思っていただいた方がいいかもしれないですね。やっぱ明るくならないとバレリアージュかっこよくないんで、1回で終わらせたいとこなんですけど、1回でちょっときついかもしれないですね。これは営業の美容室でもそうです。1回のブリーチでほとんど僕は終わらせることないんで、1回で終わらせることってよっぽど抜けやすい人とかじゃない限り無理です。はい、よし、はい、なんかこう止めたりとか、難しい方はちょっと止めたりとかした方がいいです。はい、そしてこうして、難しいのはそこですね。他の取っちゃったりとか、まあ、やっぱりバレリアージュとかって結構ね、金額もしちゃうんで、まあ、美容室でやった方がね、確実なんちゃ確実なんですけど、どうしても美容室行けない方とか、そういう美容室でちょっと苦手な精神疾患を持ってる方もいらっしゃると思うんで、でもブリッジしたいみたいな、はい、だけどブリッジ、結局美容師さんも大した、例えば美容室行ってもあんまり納得いかなかったとかね、意外とお客さん自分でやって上手い人とかいるんですよね、本当に。はい、じゃあ今度表面、これ最後です。表面めっちゃ気をつけてください。表面のこの表面のところ、本当に爪ともう人差し指と親指で本当ちっちゃく取るからにしてぼかしていきます。それを何個も作っていきますね。で、ずらし幅もちょっと大きくていいです。ここに関しては表面なんで、ずらし幅を大きくします。ずらし幅を大きくするってことは、引っ張りを大きくするってことですね。ここを、はい、引っ張りを大きくします。はい、こういう感じですね。引っ張りを大きくします。はい、よし。で、あんまりやりすぎてなくなっちゃうとちょっと意味ないんで、はい、こんな感じに引っ張りを大きくしました。で、表面ちょっと気をつけてくださいね。で、ブリーチって染み出てくるんで、気をつけないとダメなのがあるんですけど、ドドドドドって、で、風呂敷状態にして、ここちょっと難しいかもしれないですけど、右と左に分けます。はい、この蝶々にして、で、片方をくるくるって巻きます。くるくるって2回転で巻きます。そしたらここが縛れるので、ここで縛ります。こうですね。はい、で、ここでブリーチって漏れるんで、こういうところから漏れて下についたりするんですよ。はい、だからちょっと濡らしてた方が安全なんですよね。ちょっとついたところは拭いてくださいっていうことですね。ちょっとこっち半分終わったん、もう終わっちゃったんですけど、これ今ボタ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 ブリーチが垂れてるんですよ。わかりますかね。で、ブリーチってこれも見てわかるように、これ泡で、泡ってじゃないや、なんかこう中から出てきてるじゃないですか。ブリーチってこういう風に膨らむんですよ。ボワーって膨張するんですよ。メッシュとかしてても根元の方が出てきて、こう点々ってこう水玉模様になったりとかで、垂れてたらちゃんと拭いて、ください。熱を当てると明るくなるスピードが速くなります。だいたい30分ぐらいちょっとこれで置いていきたいと思うんですけども、究極言っていいですか。これメーカーさんに怒られるかもしれないですけど、パウダーついてるじゃないですか。なんで2個買います。2個、はい、まあ高いのと安いのでもいいですよ。2個買います。1個は安い方でもいいですよ。そしたら中に液体入ってますよね。
これに液体は1個しか使えません。1個はちょっと置いといて、1個置いときます。そしてどうするかっていうと、2つ買ったってことはパウダーが2個ありますよね。じゃこの1個にパウダーを2個入れるんですよ。でクリーム入れない。それでジャーッとやってやると粘土がちょっと柔らかくてリフトします。でも僕なんか美容室はパウダーしか僕は使わないんで、あとケアブリーチってあるじゃないですか。ケアブリーチ、ケアをするブリーチ、結局ぶっちゃけ言うとあんまりこう傷ませないとか言うんですけど、結局明るくしないと意味ないんでブリーチは。で元々明るい髪とかダメージの ブリーチさらにすでにしてる髪でダメージを抑えながらっていう場合だったら分かるんですけど、あんまりブリーチされてないとこにメッシュとか入れるときにケアを意味なく使っちゃうと明るくならないんで、結果オレンジのベースに色をかぶせて変な色になっちゃうんですよ。で結局はどういうことかというと、抜けづらかったですねつって、色抜けますからつって、まあ変な色にされて自然になりますからつって返されるっていうのが多いです。要は抜かないとブリーチがうまい下手って、なんとかそのブリーチのベースを作る技術なんですよね。で、バレイヤージュとかも色抜けた後綺麗な状態を作らないと色抜けるじゃないですかすぐ。なので、その技術はやっぱり美容室でしっかりやった方がいいと思います。でもまあそうだな、この使い方がいいかもな。2個買って2個買うじゃないですか。これが半分になるまで移します。半分になったところにパウダーを1つバーって入れてやると粘土ちょうどよくなると思うんで、そうして使って、で1回目それで終わりますよね。塗ります。でもう1回新しく作らないと意味ないんですよ、作り置きのやつ使っても。なのでもう1回じゃあこっちに移したやつを全部じゃないですよ、さっきと同じ量の、もともと入ってた量じゃない、こっちに移した量ですね、移した量をもう一回戻して、もう一回パウダーを入れて、パウダー2個ありますからもう1個のパウダーをバーってやって、やる。20分から30分置いてからもう一回これを開いてもう一回塗って、また時間を置くと。ブリーチは結構時間を置きます。ただダメージ棒とかだったらもともとウエットの状態でこういうバームとかでブロックしとかないと毛先やばくなっちゃいますね。ブロックしても毛先ビビって切れ毛になりますんで、ウィッグね抜けづらいんでなかなか抜けないんですよね。これが加工されてるんで背の毛でやると明るくなってるんですけど、その明るくなってる髪の毛で結構見た時あすごい明るいじゃんと思うじゃないですか。でも実際流すとオレンジに残ったりするんですよ。これ結構あるあるなんですよね。なのでやっぱり2回ぐらいは必要だと思いますよ。大体オイブリーチというやつですね。オイブリーチ、オイブリーチってちょっと2回目のブリーチです。ちょっと余ってるやつ、使います。ラップはまた違うのを使ってください。さっきと同じやつだとベタベタになっちゃって大変なんで、指でこうちょっと取って、取りますね。ブリーチを取ったらまあちょっと中で拭いて、この程度でいいですよ。でもう一回ブリーチをつけます。いいですか、はい、今度また違う市販のやつですね。顔に飛びそう。でまた同じように塗っていきます。風呂敷をやります。くー、はい、そしたら2つに分かれるからこれをくるくるってやって縛る。そしたら取ります。スーって取れるんで、そしたら指でバーってブリーチをこう取ります。で、ウィブリーチします。この時にもう1個のブリーチが新しく作ったブリーチがないとダメです。ということは先ほどの、もし急いで綺麗に抜きたい人だったら先ほどの方法です。ちょっと裏技を使うしかないですね。2個買って荷材を半分捨ててパウダーを1個入れて1回目で使うと。でもう1個は2回目のタイミングになったら移し替えて、移した量だけに戻して、でパウダーを1袋入れてやるっていうことですね。でクリームはよっぽど塗りづらかったらクリームを使う感じですね。で飛ばして使う量は必要なんですけど、飛ばして使うと最後足りなくなっちゃうとやばいんで、皆さん気をつけてください。ラップを風呂敷にする、はい、くるくるくるってやって包んで、この端と端をこの筒状にした方がやりやすいんで、これを1回くるって回して縛るって感じですね。はい、スーッと取れるから取って
ギューってしごくと、これね、やっぱり色、これ分かります皆さん、ブリーチ色ついてるの、これ何かっていうと、このウィッグ多分染めてるんですよ。だから本当は抜けてんだけど抜けてないですよ。僕的にはこのギャッツビーのこの何でもないこのアプリケーター塗りやすいですね。こう口とかついてない方が、口とかついてるやつって、でも口とかついてるやつってなんか出てくるところがやりづらいですよ。ちょっとだから口使ってやる方はいいかもしれない。でもなんかやりやすいですこっちの方が。はい、こうくるくるって2つ丸めて、はい、片方をくるっ、はい、くるってやって、はい、縛る。ここですね。ここも取る。ほら、結構これブリーチの色がちょっと出てますね。はい、こういう色。これは、なんか染料がついてるってことです。はい、もう一回いきます。なんで皆さん慣れてないと思うんで、一回ブロッキングを全部取ってから塗る、いっぺんに塗っていくっていう方がいいと思います。そうするとタイムラグもないので、最初にやったところ、次やったところっていう差がなくなるんで、最初に全部ブロッキングとゴムをやってから色を塗った方がいいと思います。ブリッジを。なので、そう、これ重要だな。全部、こうした方がいいかも。やり方としては、ブリーチをまず作らないで、全部ブロッキングをしてからブリーチを初めて作った方がいいです。要はブリーチって最初の馬力あるんですよ。で、時間置くと馬力なくなってくるんですよね。だから追いブリーチするときに新たなブリーチを作るってそういうことです。全部ブロッキング終わってから結構これ細かく取るの大変じゃないですか。こうやって指でやったりとか。なので、全部ブリーチが全部のブロッキング終わるまでブリーチは作らないですね。で、はい、これ全部追いブリーチ終わりました。はい、これ全部追いブリーチ終わってます。で、これでまた時間を置くって感じ。まず30分ぐらい置きたいと思うんで、結構時間を置きます。じゃないと抜けない。でもこれ本来人間の髪なんですけど、通常のモアートの場合だと結構今黄色っぽくまで抜けてるはずです。はい、ではね、時間ちょっと置いてみたので、ブリーチの方をちょっと洗っていきたいと思います。まあ、ウィッグが色染めてると思うんで、もうこれ限界ですね。2回やっても明るくならないってことはありえないんで、これはもうしょうがないです。はい、まあ今の状況で検証していきたいと思います。はい。で、これをちょっと洗っていきたいと思いますね。はい。検証が終わったのですが、これは一切カラーの方は修正してないですね。ブリーチして、少しだけモノトーンっていうですね、赤みを消す色をちょっとだけ入れました。ここに関しても。で、ブリーチの方はあのままの状態です。で、カットラインがウィッグ、真っさらのウィッグでやったんで毛先がバラバラだったんで、ちょっとカットだけ軽くしました。で、これが仕上がりなんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないんで、ちょっと他の映像出しますね。かなり綺麗にブリーチになってるんで、これサロンで、やってるのとそんなに変わんないというか、筋感はサロンでやった方がまあ出るんですけど、1点だけこれウィッグじゃなかったら絶対綺麗になったんですよ。めちゃくちゃいい仕上がりだと思うんですよ。ウィッグがやっぱり 染めてるんですよ、毛を。で、まあ普通のウィッグの状態の毛ってこれ分かんないんですよね、どういう風に加工してるか。なんでさっきブリーチした時に色が抜けてた色がちょっと染料が出てたんで、結構抜けが甘かったんで、全然抜けて、2回やったけど全然抜けてないんですよね。で、本来だったらめちゃくちゃ綺麗なようにこれなってます。それは絶対大丈夫ですね。で、このようにこう自然にボケたんで、かなり綺麗にボケてると思います。これ結構素人の人がやると根元パツンってなっちゃうと思うんですよ。でもこれ今なってないの分かると思うんですけど、かなり綺麗に、仕上がりました。要は毛先全部入ってる状態になっちゃってるんで、バリアージュを何回もこう重ねた状態の、バージョンなんですけど、もうちょっと毛先の方も、ね、暗いラインがあると、よりいいんですけど、そこまではちょっとねサロンで、やってくださいということです。解説しますと、前刈りにこうやってたんで、バックに流した時にこのやってたライン沿いっていうのはラインに沿った形っていうのは結構はっきりラインが出るんですよ。で、前にやるとばらける感じです。なんで後ろに流したときによりラインが出るために前上がりにしてます。こういう風にですね。
6対4でやったと思うんですけど、なぜ前にやったかっていうと、より前の方にブリーチが入ってるとこう徐々に後ろに消えていくような感じ、前から後ろに消えていくような感じするためには、まあ、6対4もしくは7対3ぐらいのところでやる必要があったんで、今日6対4っていうのでやりました。そうするとこのような感じに後ろに流したらこの黒い毛が上から乗っかってきて、で表面これねやってないんで、もう素人の方でもこうやっちゃえばそれなりに見えます。でこの黒いのがですね、指1本分残したと思うんですけど、これがこうやっていくとあのローライトを見たくなるんで、あまりこう美容師さんが言わないような本音の部分っていうのを僕はお伝えしたいなと思ってる、結構暴露系でいきたいと思ってるんで、都市伝説編とか結構暴露系のネタを言ってるんで、まあぜひ興味がある方は見てください。はい、あとまあ、こういう動画もちょっと頑張っていきたいなと思ってるんで、皆さんちょっと応援のためにチャンネル登録していただけたら、あの僕のモチベーションが上がって、もっといろいろ、どうしても美容師さん向けのがちょっと多くなっちゃってたんで、一般の人向けのもちょっと頑張ってやりたいなと思うんですが、なかなかモチベーションが続かないもんで、結果が出てくると頑張ろうかなっていう気にもまあなるんですけど、はい、なんで皆さんできればちょっと応援していただけると僕も頑張ります。はい、もうね12時超えちゃいましたんで、今日はこの辺で締めたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。